どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、三井住友、カードのね、年会費割引制度についてちょっと話していきたいと思います。で、私が持っているこのカード、東急クラブ級カード、ANA クラブ級、東急クラブ級カード、このマチスターカードと、こちら ANA ビザワイドゴールドカード。まあこちらね、裏見ていただければね、持ってる方は見ていただければわかると思うんですけども、三井住友カードがね、発行しているクレジットカードとなっておりまして、まあそれぞれね、2000円とまあ1万5000円ぐらいだったかな。年会費がかかるクレジットカードとなっておりまして、三井住友カードっていうのは、まあ、マイペースリボっていうものに登録、さらに年間1回利用するだけで、こっちはね750円ぐらいまで年会費落ちるんですよね。でこっちが1万1000円ぐらいまで年会費落ちるんですよ。まあ、あの年会費の割引制度をね導入してるんですよね。でこれがですね、今マイペースリボって聞いて、あ、リボ払いじゃんって思いますよね。私もね、リボって聞くと、あ、もういいじゃん、手数料かかるって思う方なんですけども、この手数料を、マイペースリボってまあ本来リボ払いなんで手数料がかかるものですよね。ですけども、この三井住友カードのマイペースリボっていうのは結構ね、柔軟っていうか、まあ何なのかっていう感じなんですけども、本来リボ払いってまあ3万円とかに設定して、まあ5万円使ったらまあ2万円が翌日の請求に回って、これに対して手数料がかかって、それがまあ、あのリボ払いの手数料みたいな感じで、まあこれをその手数料分をカード会社が取るみたいなものなんですけども、この三井住友カードのマイペースリボっていうものは、あの設定がね100万とかできるんです。50万とかですんで、そんなに毎月使わないですよね。まあ使う人ももちろんいるかと思うんですけども、ちょっと枠もね、あのその上限もちょっとカードによっては違うと思うんですけども、その結構100万とか50万とかでかい数字でも設定できるので、まあ、仮にこれを100万って請求の設定にすると100万円以上超えた分がリボ払いになるっていうことなんですよね。ですんで、これでまあ5万とか10万とか20万とかね、月々の決済切ってる人は手数料かからないんですよ。なのに割引制度が受けれるんですよね。これが今現状の制度なんですよね。すごいですよね。すごいですよね。っていうか、すごいお得ですよね。でもこの制度はですね、とうとう見直されるということで、ちょっと先なんですけども、今2019年ですよね。なんですけども、これの導入されるのが2021年の2月から。だから再来年の2月からになるんですけども、この制度がね、変更となります。まあどういうふうに変更になるかというと、マイペースリボの登録、プラス、年1回以上のリボ払いの手数料のある支払いに変更になるんですよね。まあこれは、今までね、あのそのまま100万とか50万とか設定して、まあ、全く手数料を払ってない状態で割引を受けてた人たちに対する、まあ、なんつうか措置みたいな感じだと思うんですけども、まあこういうふうにね、制度が変わってしまうんですよね。じゃあ、リボ払い入れなきゃいけないのかってなりますよね。まあもちろんね、入れなきゃいけないんですけども、この制度は年間1回以上ね、リボ払いの支払いがあれば OK なんですよね。そうなんですよ。1円でもいいんですよ。手数料はね。10円とか。それでも年会費それだけで割引制度をね、今後も受けられるんですよね。で、この年会費の割引の幅なんですけども、ゴールドカードだとね、4000円とか5000円とかそういうレベルで割り引いてくれるんですよね。で、普通カードだとまあ1000円とか1500円ぐらいだと思うんですけども、それでもやっぱり金利が1円以上でもいいってことなんで、まあ、10円とか20円とかそういう金額でも、まあそれよりはるかに上回るね、割引が受けれるっていうものなんですけども、で、これからね、話することを今後、車のローンとか、住宅ローンとかね、組むかもしれない予定がある方は、絶対やんないでくださいね。今から話すのは、リボ払いを利用して、年会費の優遇を受ける方法なんですけども、このリボ払いを使うっていうのは、基本的に審査落ちやすくなるんです。特に住宅ローンとか、
特に住宅ローンですね、あの審査が厳しいと言われている、あの一回落ちるともう5年間住宅ローンで組めなくなっちゃうんで、ちょっと人生左右しちゃいますよね。ですのでそういうね、まあ、車のローンとかちょっとね落ちないと思うんですけども、ちょっとねそういうローン系をねこれから利用するっていう方はやめときましょう、絶対で、先ほど言った通りね、1円でも発生させればいいんですよ、1円でもね。じゃあどうやってその1円をねか、あの発生させるかっていうと、まあリボ払いの設定をする、まあ仮に3万円に設定したとして、3万5000円請求が来たとしますよね。そうすると5000円の部分がリボ払いになって、手数料が発生しますよね。ですが、金額が確定すると、三井住友カードからメールが来るんですよね。でそこで臨時で増額して支払うことができるんですよね、このマイペースリボっていうのは。このマイペースっていうだけもあってですので、そこで3万、ホンダ3万で組んでて3万5000円使ったら5000円がリボ払い分なんですけども、それを3万4000円支払いに増額して、そうすると1000円だけリボ払いになりますよね。そうすると、12円とかそのぐらいの手数料がね発生するんですよね。これで OK なんです。しかも1回だけで OK なんで、それでね、金額なんですけども、リボ払いの増額した後の金額ですんで、まあ残す金額ですよね。残す金額はだいたい1000円から2000円の間。それ以上やるとちょっともったいないんで、ひとまず1000円から2000円の残額を残して増額で支払ってください。これをね、全額支払ったら、あの、もちろんリボ払いの金利も発生しなければ、これにも対象にならないので、基本的には、1000円から2000円の手数料発生する状態で翌月に回すっていう感じですね。だから先ほどの例で言うと3万4000円増額、3万4000円に支払いを設定して1000円翌月の手数料に回すっていう感じですね。まあ、これで年会費の優遇が受けられます。ですので、まあ、あのもしね今後も、割引をね受けたい方は、年に1回だけでもねちょっとこれをやんないと年会費の割引は受けられないっていう形になりますね。まあ、冒頭にも言った通り、これからね住宅ローンとか控えてる方はもう絶対やんないでくださいね。あのそれ、あの年会費普通に支払った方が全然リスクは少ないんで。で一番ね、あの気をつけていただきたいのはですね、今現時点で、まあこちら東急クラブ級 ANA カード、東急ポイントクラブ級カード、まあこちらね、もそうなんですけども、メインカードにならない ANA カードを試乗させてる方、もう本当に持ってるだけの方、今までねその持っててマイペースリボだけを登録して年1回何かに使うだけで年会費の優遇が受けれて、しかも ANA カード一般カードであっても1年間に1回継続マイルっていう形で1000マイルもらえますよね。だから変な話、これだと割引制度を受けると750円ぐらいなんですよね、年会費。ですので毎年750円ぐらいの年会費に対して1000マイルがもらえてるっていう状況が作れてるわけですよね。だこういうのね複数枚持ってて、ずっとやってる方気をつけてくださいね。あのこれを2021年の1月以降はリボ払いの支払いが必要になりますんで、もし、そのまま利用しないですると、2000円ぐらいの年会費が取られて1000マイル振り込まれるっていう、今までより多分倍ぐらいの請求が年会費だけね来ると思いますんで、そういう感じで保有している方はね気をつけてください。それではね、今回の動画では、三井住友、クレジットカードの、年会費、割引についてね、話させていただきましたけども、もしね、これ知らなかったっていう方で、もしね、やってみたいっていう方がいたらね、ぜひ、もし、わかんなかったりしたら、ぜひ聞いてください。ちょっとね、インターネットの、三井住友のね、V パスって呼ばれているインターネットのその、ウェブ明細見る、サイトがあるんですけども、そこでね、やらなくちゃいけないんで、ちょっとね、これも分かりづらい部分では
あるんですよね。もしね、わかんなかったらぜひコメントください。できるだけわかりやすくね、まあコメントで説明にはなってしまうんですけども、もしね、こういうコメントがもし多かったらね、それだけで動画一本上げようかなとも思ってますんで、もしね、やってみたい方でちょっとやり方がわからなすぎるっていう方はね、ぜひコメントいただければ、ちょっと考えていきたいなと思っております。それではね、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。私の動画ではですね、ANA マイル、ANA のこと、あとですね、飛行機の搭乗レビュー、ホテルレビュー、お得情報とかね、あとね、私の大好きなニューヨークの街の、紹介なんかもやっております。もしよければぜひ、高評価とチャンネル登録ね、ぜひお願いいたします。で、私、ブログとツイッターもやっておりますんで、もしよかったらね、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。ツイッターはね、本当に日常のことから、本当に何でもつぶやいてるんで、もしよかったらフォローしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。Thank you.